どうも、たくあんボーイです。こんにちは。本日もメンズメイクやっていきたいと思います。2日目でございますのでね。この間ちょっとね、眉毛が妹さんみたいになってしまいましたし、口紅がね、非常になんか気持ち悪い感じのね、大阪のおばちゃんの分厚い化粧みたいな感じになってしまったので、今回はそこを直していきたいと思います。化粧水からいきます。冷たい乳液です。肌のコンディションを整えていきたいと思います。めっちゃクマができてる。うな。これを使っていきましょう。コンシーラー。ちょっと明るい色でいってみます。で、ファンデーションかな。ファンデーション。全体的にかけていきます。アイライナー描いていきたいと思います。これ怖いんだよな、いつも。はあ、目が乾く。こう。待って、長い。めっちゃ極太眉毛になってる。ちょっと待って。え？なんでこんな太くなってんの？ハイライター塗っていきます。このハイライターはね、なんかポイントがあるらしいですね。さっき見たら。ここと鼻筋。これでまあ立体的に見せるそうなんですけど。この口の周りもやるといいらしいですね。まあ、立体感というか光を作るってことですよね。要するに絵を描くときもこうやって光を入れるだけで立体的に見ますからね。口紅を塗っていきます。はい、できました。なんじゃこの顔、全然 BTS じゃねえなこれ。今日はひどいぞこれ。これはひどいな。これはひどいな。はい、ということでこんな感じです。はい、太い眉毛に赤い口紅、うん、頑張ります。それではまた見てくださいね。シェイシェイついでに恋ダンスよいしょ。